アンナエウス氏族は古代ローマの氏族の一つ。プレブス系の氏族で共和制ローマ時代の紀元前一世紀から帝政ローマ初期にかけて見られた。文学に携わる人物を数多く輩出した氏族でもある。皇帝による暴殺が相次いだ。ネロ帝の地位性にはアンナエウス氏族からもネロ帝に暴殺された人物が出ている。記録が残っている最古の人物は ルキウス・アンナエウス・セネカである。大セネカ自身は、ヒスパニア・ウルテリオルのコルドゥバの出身であるが、大セネカやその子孫の名前は明らかに、ローマ人式の名前であり、これによりセネカの家系は、スペイン起源ではなくあくまで、ヒスパニアに入植した、ローマ人であることがわかる。ローマ在住で、セネカの家系と、友人関係にあったスタティウス・アンナエウスは、セネカの親類とみられ、 スタティウスという個人名からアンナエウス氏族がオスク人の羊であった可能性も示唆されている。アンナエウス氏族と結びつけられている個人名はルキウス、マルクス、スタティウスの三つのみである。一種であった上記のスタティウス・アンナエウスは羊が明らかでないことからスタティウスは解放奴隷であったスタティウスという名前は通例氏族内では用いられなかったなどの可能性が 考えられている。一方、アンナエウス氏族がオスク人の起源である場合、スタティウスという名前は個人名ではなく家族名であった可能性もあり得る。氏族が存在した記録は文献上には見られないが、コグノーメン自体は複数存在する。定成期には兄弟に異なるコグノーメンを名付け区別することが広く行われたが、ダイセネカの3人の子もこれと同様に、 それぞれのウアトゥス、セネカ、メラという異なるコグノーメンが名付けられた。詩人のマルクス・アンナエウス・ルカヌスは、情景のアンナエウス・メラの子で、ルカヌスというコグノーメンは、コルドゥバで巧妙な法律家であった祖父アニキウス、ルカヌスに敬意を表して命名された。ルカヌスの名は、もともとは、ルカニア地方の出身を意味するとみられる。アンナエウス氏族の解放奴隷は、 コルヌトゥスというコグノお面を持った。フロルスは2世紀のハドリアヌス帝時代の詩人が名乗っている。また歴史家として、ルキウス・ワンナエウス・フロルスとされる人物もいるが、この人物は写本によっては、ユリウス・フロルスや、ルキウス・ワンニウス・フロルスとも表記されており、アンナエウス氏族の人物であったかどうかは定かでない。ありがとうございます。